食卓の悩みを解消、料理教室キッチンスタジオマムで活躍中、時間がない主婦の味方、川添貴子さんの登場です。川添さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週のテーマはカープ応援ドドドレシピとなっています。今日はこちらを作ります。カープカツで、ドが3つで3ド、カープカツサンドです。はい、はい、もうタイトルも完璧ですね。ね、はい、あとは本当カープ観戦にも持っていけるような美味しい美味しいカツサンドで、ちょっとビールにも合うような感じです。はい、ぜひ皆さんも試してみてください。はい、さあ、それでは早速クッキングスタートです。はい、そのカツ作っていくんですけどね、はい、お肉の方からいきますね。これ豚の、ね、今日ね、薄切り使います。はい、今日はだからとんかつ用とかではないんですね。です、薄切り肉で、はい、でこれをこういう風に2枚ぴったり重ねますね。はい、今2枚重なりました。はい、で次に、はい、こちらの方が大きいのでちょっと重ねて、はい、こんな感じで3枚目をここが 1,2 センチぐらい重なってる感じですね。はい、そしてこちらも同じようにこう重ねて、はい、そしてこれをさらに半分に折ります。折りました。はい、これで出来上がりですね。はい、でこれが今日の楽技になります。薄切り肉をこういうふうに重ねておくとね、はい、食べやすいんですよね。うん、でね、重なれば、勝ちが重なれば嬉しいですよね。勝ちが重なる、しかも4層、そうマジック4っていうことで ね、もういいですね。あと4回勝てば、うん、もうヤクルト関係なしで自力で優勝ということですから ね。今日は4層のミルフィーユカツとなっています。はい、はい、はい、でこれでね、塩コショウしていきますね。はい、なんでこれもいいですね。じゃあこちらに、でこれに塩と、こうして見るともう本当に立派なね、カツですよね、大きさもね。厚さもありますよね。うん、でこちらも一緒ですよね、塩と。これね、胡椒ね、少し多めの方が今日はいいと思います。はい、塩胡椒なんですが、ちょっと胡椒多めの方が美味しいということですね。はい、そしてね、これにね、粉つけていきましょう。はい、ここまでは普通のカツですね。はい、薄力粉、今日は 30g 用意してください。この 30g もね、ちょっと意味があるんですよね。ですよ。はい、今日はちょっと測って 30g 用意しておいてください。はい、でこれ薄くねつけたら、いらないところを叩いて、これでちょっと置いておきましょう ね、はい、これはね。本来であればここから、そうなんですよ、で卵につけるところなんですが、はいはい、これね、違うんですね。マヨネーズが入ってます。はい、今日はマヨネーズを使います。こちら 15g のマヨネーズ。はい、でこの中に、ね、水ですね。これ少し、ね、マヨネーズを溶かす感じで少しずつね、もう混ざれば一気にいってくださっても大丈夫です。もうこれでも大丈夫ですね。一気に入れてください。はい、お願いします。マヨネーズ 15g に対し水大さじ2を入れました。はい、そしてこれね、はい、お酒ですね、これを入れてください。はい、小さじ2お酒が入りました。はい、でこれね、衣を作るっていくんですけれども、これね、マヨネーズとお酒、はい、これがね、今日のね、ドマーザーになります。うん、これマヨネーズお酒入れとくとね、衣がさっくり仕上がるんですよね。今日ほんサクサクのね、そうなんです、カツサンドなんですよね。この中にね、これいいですか、はい、これ入れていきますね。少しずつここの中に入れていってください。はい、はい、そうなんです。ここに残りのね、はい、このマヨネーズ液を入れることで、はい、これがだから溶き卵の代わりになるんですね。そうなんですよ、卵使わなくてもね、うん、マヨネーズとね、これだから日頃の揚げ物にも応用できるってことですね。できます、できます。うん、マヨネーズ結構ね、さっくり揚がるしね、はい、いい仕事してくれますので、ね、いや、ほんとサクサクでした。うん、はい、いいですね。じゃあこれよく混ぜてくださいね。はい、はい、なので薄力粉もちゃんと 30g の方がバランスがいいということですね。はい、じゃあこれにね、じゃあ衣をつけていきますね。これ小麦粉をまぶしたものをこうたっぷりつけましょうね。これ衣がね、うん、カリカリが美味しいのでね。はい、じゃあこれパン粉でいきますね。はい、じゃあもう一枚いきますね。この方法でも家にね、あら、ちょっと卵切らしてるっていう時でもいいですよね。揚げ物できますもんね。うんうん、マヨネーズありますもんね。うん、ね、で、ね、多分どこのご家庭でもあると思います。でこれこれでつけていきますね。じゃあこれもいいですね。はい、はい、すいません。でこれもいいですね。はい、じゃあこれにパン粉つけていきますね。さあ、パン粉はしっかり面つけた方がいいですか。そうですね、うん、多めの方がやっぱりカリッと揚がって美味しいですね。はい、もうね、薄切り肉とは思えない立派なとんかつに変身しています。うん、ね、ありましたよね。はい、じゃあこれいいですね。じゃあこれも取っていきましょう。
はい、じゃあね、フライパンの方に揚げていきますね。はい、いよいよ揚げていきます。フライパンの方なんですけども、180度にね、油が熱してあります。で、この中に入れていきますね。よいしょ。でいきます。でこれフライパンですので裏返して、そうですね、4、5分揚げていただくと大丈夫だと思います。はい、でこれ、揚げている間にソースの方を合わせていきましょう。はい、これね、本当に今日ソースがおすすめなんです。はい、はい、これね、ソース、これ中濃ソース使いました。まずは中濃ソースが大さじ2ですね。はい、でその中に入れていきますね。はい、これがケチャップが大さじ1入ります。本当でもこのレシピ通りにぜひ皆さん作ってほしいですね。はい、でこれはね、みりんなんですよね。はい、入れてください。ケチャップ、みりんは大さじ1。そしてこれ醤油です。はい、醤油は小さじ1。で砂糖ですね、入れてください。はい、はい、少し砂糖が小さじ1/2。はい、そしてね、これね、カレー粉なんですよ。はい、これカレー粉。はい、ちょっと待って、ね、小さじ1/4。はい、カレー粉が入るんですよね。そうなんです。でこれが今日のうま剤になります。ソースに、ね、カレー粉を入れておくと割にこうパンチが効いて風味よく仕上がるのでね、うん、とんかつなんかね結構よく合うんですよね。これ今日のカツサンド抜群に合いますけど、ソースカツ丼、あ、いいですね、にもいいですよね。うん、と思います。はい、でこれみりんが入ったので少し、ね、ラップをして、はい、端を開けてラップをしてください。はい、そしてこれね、電子レンジで600ワットで40秒ほど加熱してください。はい、お任せください。はい、お願いします。はい、で次にですね、これバターが入ってます。でこれがマスタードですね。バター 10g。 はい、はい、でこれを中に入れて粒マスタード小さじ1です。はい、これも混ぜておきますね。これはパンに塗るようですね。そうです、そうです。うん、簡単に混ざると思います。さあこれできたところでパンに塗るんですけども、とんかつの方はどうですかね。もうそろそろひっくり返しましょうかね。ひっくり返します。ちょっと見てみますね。はい、はい、じゃあこれひっくり返しておきますね。はい、じゃあしばらくこれで少し置いておきますね。はい、いい色になってきました ね。じゃあその間にですね、パンの方、これイギリスパン今日用意しました。はい、ちょっと縦長のね。そうですね。はい、じゃあこれお手伝いお願いします。はい、で今日はもうこれ両面、両面、はい、トーストしてあります。はい、焼いてありますね。はい、でこれにね、1/4ずつね、片面ずつ、ね、はい、バター粒マスタードをこのようにこういうふうに塗ってください。1/4、はい、つまりパン1個ずつに全部塗るわけですね。片面でいいです。塗ってください。はい、はい、お願いします。これ粒マスタードですけどお子さんも大丈夫ですよね。そんなにね、辛さ感じないので ね。でこれバター塗っとくとね、キャベツ引いた時に水分のね染みていくのも予防になりますのでね。あ、そういうことか。いいと思います。でちょっとマスタード入れると風味が出るのでね。確かにサンドイッチでパンが水吸ってると、うん、そうなんですよ、美味しくないですもん ね。はい、じゃあ塗りましたね。はい、はい、じゃあここで置いて、はい、それでそうですね、ソースの方をね、そろそろソース、はい、うん、はい、40秒経ちました。じゃあちょっとカツの方を見ておきます。あ、熱くなかったですか。大丈夫ですか。はい、じゃあカツの方も、うん、だいぶ上がってきてるのでね、もうこれ出していいと思います。これ出しておきますね。いい感じで上がりましたね。少しね、油切っておきましょうね。はい、油切っておきましょう。はい、でも今こっちはね、できましたか。ソースがいい香りしてますね。でこれを少しね混ぜておきましょうね。はい、はい、でさあさあ今から挟んでいきますね。はい、まずこれキャベツがあるんですけども、はい、キャベツをこの半量に置いてください。これ半分ずつね。はい、はい、ちょっとそっちが足りなかったかな。いいですか、少し足しましょう。でこれ半量置いてくださいね。はい、でカツの方を挟んでいきますね。よいしょ。はい、でカツの方なんですけども、はい、まずこちらの方にねソースを塗りますね。先ほどのソースたっぷり塗りましょう。わあ、染みていきますね。いいですね。はい、はい、いやいいです。
ですね、はい、ではこれねソースを塗った方を、はい、キャベツの方に乗せてください。なるほど、はい、ですね、はい、こういうことですね。そうです、はい、でこの上にもう一回ソース塗りますね。でもすっごい香りがいいですね。いやいいですね、はい、ほんとこのソースぜひ皆さんね、はい、作っていただきたいです。で塗ったらばこれで蓋をします、はい、これで、うん、いいですです、はい、これでギュッと蓋をしてちょっと押さえるぐらいでですね、はい、はい、でこれ切っていくんですけども、はい、今日ねちょっと用意してきました、はい、これ、はい、いいですね。これをつまようじで、うん、はい、これね、カツサンドでカチ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 と、はい、それでこれちょっと刺しますね、はい、これ刺しておくとやっぱり切りやすいですよね、うんうん、でこちらもお願いします。ほい、でこれはこれも刺しておきますね。もう一個はドドドの旗ですね、うん、これね、うん、はい、これ刺しておくとやっぱり飾りにもなるんですけど切りやすいのでね、うん、はい、じゃあこれで、はい、でこちらよいしょ、で、はい、いいですかね、はい、断面が見たい、断面が、あ、そうですね、うん、断面が、あー美味しそう、ミルフィーユが分かりますね、はい、はい、こっちの旗が全然見えないこんな感じでいいですかね、はい、いいですね、はい、はい、こちらでカープカツサンド完成です。はい、さあ今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。今回のカツは薄切り肉を重ねて食べやすくしました。そして何よりカープの勝ちが重なれば嬉しいというですね、4層のカツでマジック4への願いも込めております。衣にはマヨネーズとお酒を加えてさっくり感をアップさせました。ソースはカレー粉を加えて風味よく仕上げています。カープ観戦しながら食べるにもぴったりの縁起のいいメニューです。ぜひ皆さんも作ってみてください。はい、どうぞ。はい、先生さん、どうぞ揚げたてカツサンドお召し上がりください。ありがとうございます。素晴らしい。すごくいいと思います。うわ、すごい断面ですねこれ。先生さん、もうちょっと声は美味しそうにできませんか。ものすごい肉汁が出てるんですけど揚げたてですからね。いただきます。爪楊枝気をつけて、ね、うん、ジューシーです。いいでしょう。すごいことになってますこれ。でしょう、はい、薄切り重ねてるから食べやすいですよね。食べやすい、おいしい。でまたソースがいいでしょ。カレー風味が、はい、おいしい。でまた衣が本当ねさっくりなんですよね。上がりますよね、あのマヨネーズ衣もね、ぜひ皆さん試していただきたいですね。お酒がいいと思います、はい、あとちょっとビールにも合うでしょこれ、うん、あ、完全に合います ね、はい、応援メニューですねまさに。ぜひ皆さんもねカープ観戦にも試してみてくださいね、はい、さあ明日は野菜ソムリエの花井さんにサンマの赤いトマトソース煮を教えてもらいます。こちらもお楽しみに。川添さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。